江戸時代には、亀尾天皇社と呼ばれていた名古屋神社名古屋神社は、愛知県名古屋市中区丸の内にある神社。旧社各は、剣社。創建は、縁起11年3月16日、第五天皇の直命で、八王子社や若宮八幡社の隣に建立されたと伝わっている。千島五図天皇社を総本社とする天皇社の一つであった。つまり、創建時、当社の祭人は、 小津天皇であった。天文元年、織田信秀が今川市豊か,から名古屋城を奪う際に合戦となり、それに巻き込まれて、社殿を消失したが、天文八年に信秀により再建されている。また、後には、別当時である亀尾三安養寺も隣に建立されている。文禄四年、豊臣秀吉により、車両348国が寄進される。慶長十五年、 徳川家康によって名古屋城の地に名古屋城が築城される際、当社も隣接する二つの社も名古屋城内に入ってしまうため、家康がおみくじでもって真意を伺ったところ、当社については仙座不可と出たため、そのままの場所に留め置かれることになり、結果として二の丸大手二の門の正面となる三の丸の地に鎮座する形になり、名古屋城の総鎮守。 名古屋の氏神として祀られた。境内には別当寺として、新言宗の亀尾山安養寺もあったため、当社は一般に亀尾天皇社と呼ばれるようになった。なお、三の丸天皇社と呼ばれることもあった。一方、三國寺の結果、隣接していた八王寺社は、現在の北区清水に移転され、若宮八幡社も現在の中草会に移転された。元那五年、 当社の西隣に東昇軍が混流されている。元那六年、尾張藩主、徳川義直が改めて348国の車両を認め、車伝を修造している。官営六年には義直によって、拙者、兵手者が混流された。明治時代になると、神仏分離によって、祭神を五頭天皇から須佐能の命に変え、社名も須佐能の神社と改称した。 1871年には車両を没収され、安陽寺も破却されている。1876年、名古屋賃大が城内に置かれることとなり、東照宮と共に旧藩校の明林堂跡地である現在地に移転された。また、拙者、兵士者は本殿に合資されている。1899年に、スタノーの神社から名古屋神社へと改称する。1900年には、 農部体験用のカグラが建てられて、月次農が模様されるなどしたという。1907年に、新鮮兵薄領とも新社に指定される。太平洋戦争中の1945年3月19日の名古屋大空襲で本殿などが消失したが、1959年には大型再建された。なお、前述のカグラは戦災を免れたが1992年に、 火災で消失している。信長後期主観に、織田信長は天皇坊という寺で学問をしたという記述があり、これは当時天皇者の別当時として天皇坊と合していた安陽寺のことを指しているとされる。江戸時代では、霊祭である天皇祭は、東照宮祭、若宮祭と並んで、名古屋三大祭りとされ、特に若宮祭とは同日であったことから、 気温祭と総称された。車楽二両と、未満者十数両が引き出され賑やかなものであったが、空襲で、車楽などの大半が失われ、現在では、車楽一両が、境内に飾られるほか、若宮八幡社への御し渡業が行われる。また、5月16日の若宮祭では、かつて隣接していた若宮八幡社の出し一両と、御しが、当神社との間を往復する。 ありがとうございます。